福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。はい、どうも皆さんこんにちは、月久保です。今回は次にやろうと思っている実況動画の説明を兼ねて、まあ、説明雑談を繰り返して動画をよろしくお願いします。さあ小宮山さん、やろうと思っている動画はどのあたりに注目されてますか？マンダに達させない男、ね、足立良一ゴールデングラブへの道といったと題しまして、オリックスバファローズの足立良一選手を守備操作のみでゴールデングラブを目指そうといった企画でございます。なので打撃走塁は完全にコンピューター任せにしますので、まあそんな感じでやっていこうと、スタープレイヤーモードをやっていこうと思っております。まあ今回は説明会ということで、普通に対戦でやってみようと思っております。どうなんですかね。やはりね、まあ1年間だけということなので、それでも143試合かな、2015だったらまだ144試合があるんで、そうですね、まあどこまで大体やるかっていうのは分からないんですが、ほぼ大体フル出場みたいな。あ、間違えた、いきなり守備機会来たのに、何やってんだよバカ、今のはダメだって、今のはダメだよ。やっちゃー、ホークス相手にあんなことやっちゃダメだよ。上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですね。キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれませんでした。いやー、これは残念でしたね。まあそうですね、ライバルとしてはやっぱり今宮選手かなと。これを始めようと思ったきっかけなんですが、ゴールデングラブ賞の記者投票によって行われるものなんですけど、足立選手の票がわずか11票なのに、本当に気に食わなくてというとちょっと無理があるんですけど、納得がいかなくて、いや守備範囲だけで言うと確実にというか、今宮選手には並ぶレベルのものだと、個人的に思っております。今宮選手は肩が、ね、ものすごく強いんですけど、そうでないにしろ守備のレベルだけで言うと12球団でもそこそこ高いんじゃないかなって思ってるんで、やっぱりそういうところをがね、本当気に食わなくて、バッターボックスは3番柳田。なんだろうな、本当ゲームしながら喋ると全然言葉が出てこない。そしてキャッチャーは山崎、わあ、打ちました、宇宙間へ打球伸びる、糸井が掴んで3アウトです。まあ今はそうですね、普通に説明になってないな、説明になってない。頑張ります。とりあえず打撃走塁は全くしません。はい、だからもう成績のいい悪いは守備以外はもう完全にコンピューター次第です。なかなか打球がね、見づらいんですよね、こう背景が白だとなおさら。なかなかこう、あ、ちなみに、なぜショートにしたかというと、打球の飛んでくる数が一番多いんじゃないかなと思っているからです。やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。やっぱり外野だとどうしてもこうたまにこう個人的に対戦でやるんですけど、暇なんですよね結構。これは進塁打になりました。二遊間だとなんだろう、ベースカバーじゃないんですけど、そういうことも含めていろいろ動けるなっていう風に思ってやりました。インサイド落ちました。ああ、やばい。やばい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 。タッチアップ。ホームに送球する。サードランナー間に合わないね。ホークス1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。で、まあ、足立選手にしたのは、ショートの中で不動のショートでありかつゴールデングラブを取れてないのは多分それこそ足立選手ぐらいじゃないかな。鈴木大地選手迷ったんですけど、
西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。本当に粉まででおられると思うんですけど、あまりこう選手として局長がやばい、あ、分かってないというか、僕が理解できてないという点があるので、やっぱりこうちょっと分かっている選手の方がそれらしいプレーになったらいいななんて思って、はい。なんでも今宮選手はもう3年かなぐらいゴールデングラブ連続して受賞してるので、ね、まあ、そこどんどんまだまだあると思います。排除しました。その辺り排除で注目していきましょう。この打球はフライになっています。西野が、まあ、鳥谷選手も同じ。ワンアウト、バッターは9番に入っている高谷ですか、ね、まずは、まあ、取れる選手なんで人気もあるんで、変化球空振り。となるとやっぱり最後は変化球にバットが及んでしまいました。巨人のゴールデングラブの投票でいうと一番確率が低いっていう意味でも足立選手を選びました。先ほどの打席でヒットを放っています。現在本人が投票、ね、しているということで、その応援の意味も込めてやっていきたいと思っております。動画の本数とかはまだ全然分かってないんですけど、ぜひ応援よろしくお願いします。4回裏の攻撃になります。1試合ぐらい取れたらいいんですけど、きついかな、きついかな、多分きついかな。レフト掴んでワンアウト。でもいざとなったら、そうですね、完全に守備もせずに高速試合みたいな感じで飛ばすっていうのも考えてはいます。バッターボックス内川、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。違えた、そこ間違えるか、ね、三国武装のレビューもや、レビューじゃない、実況もやってるんですけど、小屋野が掴んでスリーアウトです。そっちはね、友人とやってるんで、やっぱりその相手の都合もあるんでね、それ次第です。で、例えば僕が完全に暇なのに向こうが忙しいとかなってできないとかなった場合のために用意する企画でもありますね。ああ、普通に抜かれた。そうですね。先頭バッター出ました。ホークス、ノーアウトランナー一塁です。あれ、飛びついたらいけたかな。うまく打ち返しました。いやー、ここは無理だな。西野の方が近いな。ゲッツーお願い。見逃し三振。おお、三振か。ワンアウトです。フォアボールかね。バッターボックス、長谷川。基本あまり僕カウント見ません。疲れましたから。はい。まあここはそこをどうか打ちました。アウト。打球は落ちるかどうだ。センター見えない見えない。ツーアウトです。こっちか。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックス今宮。ライバル今宮。マニア負けんぞ。マニア負けんぞ。打ち取られています。ツーアウトになっています。よし。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。ゴールデン1年だけなんで、ゴールデングラブ取れなかったら、まあ、配球表をご覧いただいています。残念ながらといった感じで、変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、ホークスの攻撃、打順は9番、高谷。さあ、そろそろ守備機会が欲しいぞ。1点リードで迎えるインサイド。とんでもないミスをしたからない。俊太抑えてワンアウト。あんまりこうやって右スティックで画面を動かすとか、ちょっと見てる方が酔っちゃうと思うので、あんまりやらないようにしたいです。内野フライに打ち取られています。まずはワンアウト。分かりやすい打球の行方とか、やっぱり分かりやすくしたいな。ちょっと携帯が今さらラインの通知が来て、パソコンで確認してるっていう。2アウトランナーありません。やっぱりバンデンハークはなかなか打てないんですかね。途中から入って9勝0敗というものすごい成績。中島怪我、中島怪我、どこか痛めた。大丈夫か、おいおい。ちょっと心配ですね。ご覧いただきましょう、このダイビングキャッチ。うまいけど、うまいけど中島。バッターはね、狙ってましたね。そしていい当たりもしたんですけどもね、本当によく取りましたね。大丈夫。あ、え、ってことファーストが不審。ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるか。おー、うまい。変化球空振り、ワンアウトです。外した。バッターは4番内川。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。西、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ちょっと無言になるな。ちょっと無言になるな。
ッターボックスには5番にくね、そんなに話題を残念ながら持ち合わせてないんですけどね。質問とかあったらコメント欄にいただけたら、三振です。まあそれは当然答えますけど、来るかな、おお逆転した、よし来るかなっていう不安がねあるんですよ。8回の裏ホークスの攻撃です。セットアッパー平野、一方バファローズはピッチャーが変わります。背番号16平野が2番手としてマウンドに上がります。この説明動画も撮り直してるんですよね。さあマウンドに上がったのはマイクの音がうまくいかない。サインさん、この相手をどう打ち崩して打った、あやばい、これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは2塁到達、松田3回目ぐらいで撮り直してるんですけど、説明がなんかこうまく引っ張っていきました。ゲームしながらだとやっぱりこう全然うまくいかないというかね。いやー難しいな本当。代打、バッターボックスには代打の、わあ吉村か、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとここは意地を見せたいですね。正直な話、ここでね、なんとか同点にしたいですよね。2015の工藤監督ってあんま起用に応えたい気がするんですよね。3球目は何で来るか、セカンド、セカンドよし、ナイス、ワンアウトランナー二塁とかあっています。くそー、初回にとんでもないミスしたから今宮が入っています。あ、大前提として言っておきます、僕、ゲーム下手です。マイク、ゲーム下手です。なんでそれこそとんでもないプレーがいっぱいあると思いますが、そういうことも加味して見ていただけると嬉しいです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。チャンスの場面だったんですが点を取ることはできませんでした。最後は三振。お、いっけ佐藤達也、オリックスバファローズで一番好きな選手です。そしてバファローズがマウンドに送るのはもちろん佐藤達也の、あのスタープレイヤーもなやろうかなって思ったんですけどね、あの途中までやってるデータがあるんですよね、個人的にやってるデータ。マウンドを任されたのはなんでなんかそこからやるのかなと、上がってきましたね。まあなかなか打つのは難しいですけど、あやばい、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ動きがなんか注目の打席です。2番バッター中村、今日はまだ当たりがありません。頼むぞ佐藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。危ない、さあ何や怖いね。まあ、今回はあの説明なんで一応標準語でなるべく話すようにしてるんですが、多分メインの動画を撮り始める関西弁になるとは思います。概要欄も後でご覧ください。勝った、これで3アウト、試合終了、惜しくもあと一歩及びませんでした。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。最後にまとめるとすれば、足立良一選手で守備操作のみをやります。そして1年間スタープレイヤーでゴールデングラブ賞を目指すとやっていきます。頑張ってほしいなと思いますけどもね。まあぜひそのあたり期待したいところです。いいんじゃないかなと。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。若いこととかをまたやりながら話していけばいいかなと思ってるんで、今日のゲームは今回はホークス敗れてしまいました。説明のみになりますが、今日の解説は小宮山聡さん、のみじゃない、西俊さんのお二人でした。雑談どうもありがとうございました。あったっけ、覚えてない、やべえ覚えてない。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。話した記憶が、何の話をしたか記憶がない、やばいやばい、記憶にあり、あいや某県知事のニュースはいいや、まあ、それは置いておいて、これから頑張ってやっていきたいと思っております。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いつきくばさでした。バイバイ。